6、7枚のピンク色の紙を使って立体的な桜の花を作ります。ここに桜の花びら1枚分の形を描きます。きれいにできているか確かめてみましょう。花弁は8つあります。これが型紙になります。他の紙も8つに折っていきます。7枚とも折れたら最初の型紙で型を写していきます。切り終わったら開きます。8枚ある花弁のうちどれでも構いませんから1つ切り取ります。このような状態にしていきます。これを使いますが、黄色でも構いません。面相筆を使い、中心に向かって同じ長さの線を描いていきます。最後のこの部分には描きません。そして、丸を描いていきます。7枚出来上がったら、この1枚を乗り付けしていきます。右に糊をつけて、それに合わせるように次の桜を貼ります。次は3箇所に糊をつけて、真ん中にもう一つの桜をつけます。次は右2箇所、左2箇所、最後に真ん中3箇所。貼り合わせます。そして端と端の桜を持って引っ張ると立体的になるわけです。畳んだ
だものをカードに貼って仕上げます。のりをつけるところはここです。そしてカードの折り目のところに下に端が当たるようにしっかり押さえましょう。卒業生への桜のメッセージカードが出来上がりました。